はい、こんにちは、波乗り三昧です。2019年2月21日木曜日12時15分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ腹から胸ぐらい、天気は晴れ、ちょっと雲が多めですね。で風はですね、とても強い北西風でちょっと煽られ気味な風です。で人数が、25名ほどですかね。今の30名ほど入ってたんですけど、だいぶ上がられてきました。もうお昼前後なんでね、海から上がってきたサーファーも多いですね。それでですね、潮回りですが、今日は、大潮回りで干潮が10時26分、プラスの47センチ、あと満潮がですね16時13分の1メーター30センチとなっています。波質なんですがね、まあ、乗り継げる波が、結構入っています。ただですね、北西風がとても強いので、テイクオフの時ね、相当煽られて、なかなかテイクオフできないっていうかね、そのような状況です。テイクオフできれば結構乗り継げる波があります。ただもう風で煽られてですね、テイクオフできなくて、ワイプアウトというかね、そのような波も多めです。でですね、今撮ってるところは東屋の前から撮ってるんですが、まあ、この辺に人が集中してますね。あと右階段の前あたり、5、6名ですか。あと蒲生干潟の、前にもね5名ほど入ってたんですけど、上がってきたですね。干潟の前どうでした？まず乗れました。向こうで乗ったんですよね。あんまり良くなかった。ああ、そうです、はい、こっちの方がいい。はい、わかりました。どうもありがとう。今干潟の前あたりでね、入ってたサーファーに伺ったんですけど、あまり良くなかったって言ったですね。東屋の前あたりが良いっていうか、そんな情報でしたね。乗り継げるね、波入ってきてるんで、まずまずかなと思います。それですね、先ほど撮影する前にちょっとレジェンドのサーファーとお話ししたんですが、根っこね、早い時間は結構いいのが割れてたっていうことなんですけど、その方入った時はね、潮が引きすぎていてちょっとダンパー気味だったっていうかね、そんなちょっと来るの遅かったって言ってたんですから、何時ぐらいが良かったんですかね。まあ10時前とか8時9時とか、その辺は、根っこね良かったんじゃないかなと思います。でまあ今根っこ1人サーファー入ってるんですが、なかなかいい波ね入ってこないように見受けられます。あとですね、昨日は新港来られなくて申し訳ありませんでした。朝からですね、ボランティアの仕事で山形にね、1日行っていたので、仙台来られませんでした。まあ山形なんですけど、今年はとてもね雪が少なかったっていうことで、いつもだったら田んぼまだ雪がたくさんあるらしいんですが、もう田んぼに雪がないっていうかね、そんなことを伺いました。で昨日は
山形もとても暖かかったですね。で今日の仙台なんですけど、仙台もすごい暖かいです。いつもダウン着て、新庫着てたんですが、今日ダウン着てたら暑いんでね、薄手のコートで新庫、チャリこいで来ました。たまにね乗り継げるいい波入ってくるんですけど、風オフショア強いんでね、煽られてなかなかテイクオフできない感じですね。だいぶ暖かくなってきたんでね、新港来る時間もう少し早めの時間帯にね変えていきたいなと思います。ちょっと今日来るの遅かったかなっていう感じです。
そろそろ時間となります。本日もご視聴ありがとうございました。